今日何すんの、ケイシン。ただー今日はカナダのエクレアを食べます。たらー開けてください。たらーん、でかでかでかでっかいけど、まあまあまあ食べれます。すんごい鶏肉。ちっちゃいの切るからな。え、これ溶けるの？めっちゃ硬くない？見せてください。なんかすっごいドロドロで食べにくい。じゃん。クリームめっちゃはみ出してるし。クリームで、ここはい、食べてください。ケンシンの顔。うん、どうですか？おいしい。おいしい？アリアはまだ食べてない？クリーム。あ、クリームはいらんの？甘すぎる？めっちゃ甘い。落ちてる落ちてる。クリーム掘り出してください。ケンシンは美味しい？皮だけ？それで食べるの？どう？美味しい皮。チョコレートいらんの？え、ほんだらスプーンで取ったら。プリンみたいな。プリンっていうか、うん、こっちのカナダのプリンみたい。カナダのプリンはなんかクリームみたいなやからな。もう食べへんの？いらん。日本のエクレアはここの上のチョコレートが硬い。硬くなってる。こんなあのドロドロしてないし。で、もうちょっと生地が柔らかい。あれ、これ好き。あ、硬い生地好き？え？ここは好き？硬い。でもここ。うん。あれはクリームとあのドロドロのチョコレートがいらってこと？うん。いや、日本のやつは上のチョコレート硬いから美味しいと思うよ。とクリームは？クリームはもうちょっと なんやろクリーム。チョコレートがドロドロやから手にもめっちゃつく。アリアは生地だけ。ケンシンはチョコレートとエクリア。うちのテーミステリアー、べちゃべちゃ。ごちそうさまでした。